Haruka. Haruka, ohayo. Asagohan dekite wa yo. Asagohan, nani? Nan de shou? Hanjuku no tamago yaki. Oatari. Yatta! Anata, coffee no okawari wa? Ah, so da na. Morau ka. Mama, papa, 紅茶 ga ii tte. え?そうなの?あなた。いや、けどよくわかったね、はるか。ん?じゃんけんぽん!勝った!じゃあ、ゆうちゃん、兄ね。うーん。私たちばっかり、はるかちゃんずるいよ。ずるくないよ。じゃんけんだもん。はるかちゃん強いのね。じゃんけんの女王と呼ばれた先生とやってみようか。 先生かっこ悪。簡単だよ。みんなに何を出すのか言ってるんだもん。え?パパ、ママ、見て見て。おじいちゃんに買ってもらったんだよ。可愛いわよ、はるか。ああ、大きくなったな。もう、ちんちくりんとか言っちゃダメ。え?早く。ねえ、みんな、好きな男子とかいる?そんなのいないよ。 男子なんか、てんでお子様だもん。ね、はるかちゃん。なんでみんなウソつくの?え?はやちゃんは、こうすけくんのことが好きでしょ?え?まいちゃんは、はじめくんが好きで、かおるちゃんは、かおるちゃんもこうすけくんが好きなんだ。あ、あやちゃん、こうすけくんのことが好きなの?違うよ。私、好きな男子なんかいないから。かおるちゃんは、幼稚園の頃から好きだったんだね。 そんなこと言ってない!私は別にはじめくんのことなんて。転んだ時に助けてもらってから好きになったんだよね。え?あ、よかったね。はじめくんもまいちゃんが好きだって。ちげえよ!俺、まいのことなんか全然好きじゃねえよ! なんか知らない!もう絶好よ!はるかに虚言癖? ええ、その、あることないことを口にしてばかりで、そんな、傷ついた児童もいますが、何より保護者からの苦情が多くてですね。そんなことをお前に任せるよ。でも、あなた。子育ては母親の仕事だろ?明日も早いんだ。俺はもう寝る。 何でしょうな。お嬢さんは正常ですよ。私にはこれ以上は。もう帰ってください。ママ、私病気なの? はるかのことはお前に任せると言ったろ。それと、今日も仕事で帰れそうにない。あなた!あなた!娘には何か悪いものが取り付いてるんです。お願いします。なんとか払ってください。そう言われましても、私はただの坊主だしね。なんで私の子だけが。ママ、明日こそは、 パパも帰ってくるよ。うるさい!誰のせいだと思ってんのよ!おじいちゃん、最近ママ、お酒いっぱい飲んですぐ怒るの。パパは全然家に帰ってこないし、パパもママも友達も、 みんなはるかのこと嫌いなのかな。バカモン、そんなことあるわけないじゃろうが。おいおい、今日はずっと一緒なんだよね。ごめんな、はるか。パパ、夜には出かけないといけないんだ。
ママもちょっと用事があるの。パパ、アキコさんとホテル行くの？ママも、ヨシノのおじちゃんとお食事なんてずるいよ。私も一緒に行く。どういうことなの、あなた。知らんぞ、そんな女。お前こそ誰なんだ、その男は。信じてください、あなた。この子が勝手に言ってるだけで。またか、またお前か。ひどいわ、ハルカ。どこまで私たちをめちゃくちゃにすれば気が済むの。パパ、ママ。待て、クミコ。あの男だけでなく、お前まで。ハルカはどうする気だ。お父様、もうどうでもいいでしょ、そんな子のこと。貴様、自分が何を言っているのか。ママ待って、もう絶対怒らせるようなことしないから。お掃除もお料理もハルカがするよ。だからママ行かないで、行かないで。なんてことを。あんたなんか産むんじゃなかった。待て、クミコ。クミコさん。なさい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。化け物が来るんじゃねえよ。違う、こっち見た。心を読まれるぞ。だから親に捨てられるんだよ。やめて。違う、違うよ。嘘つき。前から変だと思ってた。そうやって友達ずらして勝手に人の心を読んで笑ってたんでしょ。違う。最低。二度と近づかないで。行くよ。待って、私たち親友だよね。ごめん、無理。餌やってたのは困るんだよ。まったく、保健所に連れてってもらったからもう二度と来ないでおくれ。健康か。向こうでも頑張れよ。この問題児ともやっとおさらばだな。Kotoura-Sanです、よろしく。おい、Kotoura。めんどくせえのが来たな。めんどくさくてすみません。何あれ、感じ悪い。あんなのが隣なんて、真鍋かわいそう。どこに来ても同じ。みんなこの人みたいに私を無視してくれればそれでいい。
ん？あれ、君誰？え？どこから引っ越してきたの？別に知りたくないけど、ああ、委員長なんてやるんじゃなかった。知りたくないなら聞かないでください。あの部活はどこに入るの？テニス部には来ないでほしいな。テニスには興味ないのでご安心を。え？何あれ、気持ち悪い。なあモーノベ。お、どうした森谷？ほら、前に誘ったけん。ああ、お前んち遊びに来いってあれか。うんうん、断る。森谷の家、空手の道場じゃん。興味ないんだ。また振られた。あんなに落ち込んで、よほど俺の武道の才能が欲しかったと見えるな。別にあなたのあるかないかわからない才能が目当てじゃないわ。え？聞こえたからつい言ってしまったの、ごめんなさい。聞こえた？俺今もしかして口に出してた？うわあ、超恥ずかしい。一緒に食おうぜ、Kotoura-san。あーん、うまそう。一口食んないかな。好きにすれば。え、いいの？いや、悪いな。あん、おお、うまい。Kotoura の手作りか。一応。すげえな、本当に俺の考えてること分かるのかよ。クラスの連中が言ってた通りだけど、手品もほどほどにな。やりすぎるとマジみんな怖がって友達とかできにくくなるからさ。あなたには関係ないし、手品でも。お、コロッケもらい。あん、って勝手に取らないで。ふん。おはよう、コトウラ。おはよう。おはよう。おはよう。あ、コトウラ、俺とやろうぜ。おい、まだね。逃がさない。そりゃ、そりゃ、そりゃ。コトウラ、たまには一緒に帰ろうぜ。私、こっちだから。俺もこっちだってば。そうみたいね。
学校にもう慣れたか？友達作んないのか？もっとトークしようぜ！なんで私に関わろうとするの？なんでって、それはもちろん。あれ？なんでだ？あれ？なんでだ？バカだね。うん。あ、そうそうそう。ちょっと教えてくれよ。お前の人の考えてることが分かる手品の種。いいよなあれ。人の心が分かれば何だってできちゃうもんな。バカ。あ？言い訳ないじゃない。このバカ。ちょ、バカってどういうことだよ。バカだからバカって言ったのよ。何も知らないくせに。コトーラ。探したぞ。教室にいないと思ったらこんなところにいたのか。おい、コトーラ。もう焦っちゃった。まずはキスからね。なんてこと考えてるのよ。本当に人の心が読めちまうんだ。これって超能力なのか？そうよ。これで分かったでしょ。心を読まれたくなかったらもう私に近づかないで。そんな。それじゃあ、うかつにエロいこと考えられないじゃん。やべえよ、超能力マジやべえ。エロいこと考えちゃダメなんて男にとっては拷問だぞ。怖くないの？あ、怖いさ。このままじゃ俺がエロ紳士扱いじゃないか。疲れた。もう何なの今日は。真鍋くん、初めてだ、あんな変な人。ダメ、絶対にダメ。あれ、コトーラじゃん。やっほー。お、重そうだな。持ってやるよ。見返りでエロスを要求するつもりね。しねえって。しないよ。自分の心に自信がないのね。いいからいいから。ほれ、これ夕飯の材料か。家の手伝いなんて偉いな。一人暮らしだから。え、会うよ。お、おう。大丈夫ですか？あ、危ねえ。運転手の心が読めたら赤信号だけど構うもんかって。コトーラ、今度こそ分かったでしょ。私は見境なしに人の心が読めてしまう君の悪い化け物。ありがとな。え、お前怪我してるじゃん。え、これくらい平気。んなわけにいくか。コトーラんち、こっから近いのか？よし、これでオッケー。ありがとう。本当に一人暮らしなんだな。親父さんたちはどこに住んでるんだ？私の力、自分では制御できないの。それで小さい頃から意味もわからず人の心を読んで傷つけてきた。コトーラ、全部私が壊しちゃったの。そんな私にできることは誰も私に近づかないようにするだけ。お前、だから学校でも。なんであなたは私に近づこうとするの？やめてよ、ほっといてよ。傷つくのはあなたなんだよ。お前はそれでいいのかよ。傷つけたくないだ。ふざけんな。傷ついてんのはお前の方じゃねえのか。そんなこと言われても仕方ないじゃない。私だって一人は嫌だよ。傷つくのも傷つけられるのも嫌。一番嫌なのは、嫌なのは大事な人が離れていくこと。だったらもう最初から一人の方がいい。なあ、コトーラ。
心が読めようと読めなかろうと、離れる人間は勝手に離れていく。でもな、世の中そんなやつばかりじゃないぞ。だから試してみようぜ。俺がお前と一緒にいる。何があっても離れてなんかやんねえ。どうだ。本当？ああ、本当だ。っていうか俺はもう友達のつもりだったんだけどな。うわ、泣くなよ。泣いてないよ。いや、超泣いてるし。なんでこの状況でそんなエッチなこと考えてるの？は、いや、その女の子の泣き顔ってさ、なんかムラムラするよね。変態よ、エロスの貴公子よ。誰がエロスの貴公子だ。さあ、男の本能が憎い。よろしくな、琴浦。うん、真鍋くん。どうした、コトーラ。なんか暗い顔して。テレビの向こうにエロスなことを考えてる人がいっぱいいるの。なんだと？コトーラでエロいこと考えていいのは俺だけなのに！うるさいよ、エロスが。